皆さんこんにちは、ワンダリーグリーチです。今回はコンパスシリーズヒーロー戦記プロジェクトオリンパス続きをプレイしていきたいと思います。ダカールに戻ってきましたので早速街の中に入りましょう。まずはブライトのいる参謀本部に向かいましょうか。前回はね、最後シャーとガルマと会って、同じテロリストを追っていたというのが判明したんですが、その後さらにテロリストが特殊部隊を全滅させたという情報が入って、慌ててこのダカールに戻ってきたというのが今回の、始まりの部分になります。ブライト、我々だけでは天に負え、すまんが手伝ってくれ。これ前回最後会話したブライトと同じ会話の内容ですね。ちょっとじゃあイベントを進めるために街を探索してみます。街を探索してたらカニユがいましたね。大変なことになりましたね。僕もしばらくしたらラサにでも行かされそうですよ。ということでカミユがこのダカールの町に一軒家を構えています。ここにはフラウボーがいましたね。フラウボーもここに住んでるのか。せっかくなんでちょっとフラウボーのベッドにお邪魔しましょう。はい、フラウボーの家は2階もあるな。からしき後ろ姿が見える。せっかくなんだ、話しかけましょう。やっぱり女の子っぽい部屋の作りになってますね。ここにはミライさんがいました。ブライトとミライさんの、お家ですかね。まだハサウェイは生まれてなさそうです。2階にいるかもしれないので一応2階も覗いちゃいましょう。いませんね。そしたらダカールの町の、左側、西側って言ったらいいんですかね。こっち行けるようになってるので、ダカールの町の西側から町の外に出てみましょう。ここ以外逆に行くところはちょっとなさそうでしたね。お、ティエスに着いた。このTSに来たかったので、ルートとしてはあってそうで、そして地獄大使。これは、ライダー系の敵キャラですね。貴様は、ショッカーの神、地獄大使。わしを知っておるということは貴様、仮面ライダーの一人だな。お、ここでバトルになりそうだな。全力攻撃でいきましょう。必殺ハンドビーム、リライブ構成、そしてライダーはパワーパンチ、全力ですね。まさにガンダムも新しくガンダムハンマー覚えてます。でギリアムだけはですね、ちょっとこのニュートロンビームとか強いんですけど、ご覧の通りテクニカルポイントの消耗が激しい、ドラクエでいうところの、魔法ポイント、MP 的なものですね。なのでちょっとスプリットミサイルを撃っておきます。パワーパンチ。そして、ミサイル。結構強いな。全員が攻撃をしても、しかも200も食らうのか。なるほど。リライブ光線はその名前の通り、どちらかというと、回復系でしたね。じゃあ、ライダーキックを浴びせて、ガンダムを普通に攻撃。で、メガ粒子砲をぶっ放して、蹴りをつけましょう。いや、300クラウン結構強いな。ちょっとあとは全部攻撃でいきましょうか。何？ライダーブラックが死ぬ。このまま行くとライダーブラックが
ペパレシングしまう。ここは、リライブコースで回復しましょう。アイテムを使って回復。で、ガンダムはもう一度ガンダムハンマー。メガリーショート攻撃を加えていきまーす。いや、なかなかバラカランが強いな。もう、やっと倒しました。ボスらしい強さだったのかな。地獄大使は撤退ですね。何？ギリアンが追っていった。ギリアンを今から追いかけても捕まらないでしょうということなので、ハロ9000に着く番です。しばらく放っておきましょうということなので、じゃあギリアン抜きの3人で、この辺りを徘徊ということですかね。さて、では、この街を徘徊していきます。はい。ショッカーたちの居場所が分かりました。転送センターの地下にある動力室、ここを占拠しているということですね。では、そこに向かいましょう。さて、その動力室にどうやって忍び込むか。決まってるさ、正面から強行突破だ。多分、ギリアムもいるはずだしな。では、正面突破作戦に決まったようなので、早速向かいましょう。いい、なんだお前たち、死にたくなかったらここから立ち去れ。ということで、ショッカーの戦闘員たちと戦闘です。まあ、普通に攻撃でいいでしょう。敵の強さ、様子にしておきます。やっぱりギリアムがいなくなった分3人になったので、まあ、火力という面では当然落ちますけど、ボス戦でなければ問題なさそうですね。このまま進みまーす。仮面ライダーもですね、小学校の頃とか結構見てたんですけどね。風邪をひいたりして、まあ、学校を休んだりとか、することはほとんどというか、まあ、全くなかったんですけど、それでもですね、まあ、家に帰ったらやっぱり寝込んでたりすることはあって、そういう時によくですね、まあ、仮面ライダーとかウルトラマンとかのビデオを撮りためていたものを、横になりながら見るっていうのがね、その風邪をひいた時の日課というか、そういう感じでしたね、僕はね。では、探索して進んでいきましょう。宝箱からスターリング手に入れたので、武器ノーマルリングから、諸星団ウルトラセブンですね。これ変更しましょう。攻撃力が結構上がりますね。さあ、探索しながらやってきました。動力室の地下ですね。地獄大使。ここまで来るとは大したものだ。さすが、一度はわしを倒しただけのことは。ダン、ギリアムはどうした？ギリアム、ああ、わしを追ってきたやつのことか。先に地獄に送ってやったわ。まあ、いかにも悪人っぽい。お決まりのセリフですね。奥にいるのはゾル大佐ですね。では、第2回戦といきましょう。全力でいきまーす。まあ、敵の攻撃がどれくらいかはわからないんですが、リライブ光線で回復しながら戦っていければいいかなと思います。
400か。もう一発同じ攻撃食らったら死ぬな。ということは、これリライブ光線は常に打ってった方がいいですね。あとは必殺攻撃。かましていきましょう。何？危なかった。ウルトラセブンが死ぬところだったな。リライブ光線は常に打ちつつ、ガンダムはもう攻撃ができないな。まあ、必殺攻撃ですね。あとはじゃあリライブ光線を適度に打ちながら攻撃をしていきましょう。まあ攻撃力は高かったですけど、ヒットポイントはあまり高くなかったですね。レベルがアップするとね、ヒットポイントとか一通り回復するので大きいですね。全員レベル上がっていくかなと思います。フラッシュギック、これ早速使いたいな。テクニカルポイントもね、ちょっと必殺技使うと減りが早いのでアップしてくれると嬉しいですね。ガンダムもノーマルショット覚えました。負けた。続いてゾル大佐か。連続の戦いか。まあ、ちょうど回復してくれたのでよかったかな。まあ、様子見っていう意味でも一度リライブコース使いましょう。でメンバーは攻撃をしていきます。ガンダム、体力だけが回復するのは残念ながらテクニカルポイントは回復しませんでしたね。ゾル大佐は2回攻撃だ。防御力も高い。フラッシュキックは全体攻撃だな。まあ、2回攻撃なので同じところに食らうと痛いですけど、まあ大丈夫そうかな。なので、パワーパンチを中心に攻撃していきます。仮面ライダーはね。テクニカルポイントを普通の戦闘の時、まあ、ダンジョンを攻略してる時、探索してるときはできるだけ温存するっていうのが重要そうですね。これでもうブラックも必殺技が使えなくなるな。ウルトラセブンはハンド光線だ。疲れて痛いだ。一度この辺でリライブ光線で回復しておきます。必殺技がもう使う体力がない。テクニカルポイントがない。そういう状態だと長期戦になりそうですね。倒しましたね。いや、なかなか強かったな。しかも、金もたんまり持ってる。ボス2連戦でしたが、ゾル大佐も撃破でーす。わしを殺せばギリアムもただでは済まさん。ギリアムは生きているのか。ああ、生きていると思う。助かりたいために口から出まかせを言っているんじゃないだろうな。嘘ではない。このギリギリの局面だったら嘘を言ってでも助かりたいと思う可能性ありますよね。私を見逃してくれればギリアムの囚われている場所を教えてやる。じゃあ一旦このゾル大佐見逃してギリアムがいる場所を聞き出しましょう。ヌーベル市の我がショッカーのアジトに監禁されている。なるほど。じゃあ次の目的地はヌーベル市ということになりそうですね。
ヌーベル市、俺のホームグラウンド。さあ、じゃあ今度はヌーベル市に向かいましょうか。はい、ヌーベル市なんですが、今いるこの TS からさらに左に行ったらヌーベル市に着きそうですね。まあ、一旦体制を整えて、じゃあそのヌーベル市に向かっていきたいと思います。まあ、ヌーベル市はここから左なんで、左に行く、ここから行けそうですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、じゃあそのリリアムを救出するためにヌーベル市へと向かいたいと思います。